イニシャル D にはたくさんの魅力的な人物が登場します。その中でも特に人気が高いのが群馬県赤城山を拠点にする走り屋グループレッドサンズの中心人物である高橋兄弟です。作中でもトップクラスのイケメンとして描かれる高橋兄弟、今回はそんな彼らが操る RX7 の魅力とその後について紹介します。最後までお付き合いをいただけたらとても嬉しいです。まずは高橋兄弟が愛した RX7 シリーズについてご紹介します。 RX7 は販売メーカーであるマツダが独自に築き上げた技術とこだわりが詰め込まれた国産スポーツカーのシリーズ RX の5番目のモデルになります。前には2、3、4、5があり、それぞれのモデルで共通する特徴はマツダが誇るロータリーエンジンが搭載されていることです。 RX7 の名前の由来は R が特徴であるロータリーエンジンのイニシャルから、 X は未来を象徴する記号として、7はマツダ内での車格番号から採用され RX7 という名前が付けられました。そんな RX7 はサバンナ RX3 の後継として1978年3月に発表されると、2002年8月に自動車排ガス規制のため生産が終了するまで24年もの長い間愛された車です。累計生産台数は81万台、現在も中古車市場では盛んに取引が行われており、200万円から400万円ほどで購入できます。さて RX7 を語る上で忘れてはいけないのがロータリーエンジンの存在です。本作の中でも高橋兄弟がロータリーエンジンについて語るシーンが多く描かれていましたが、このロータリーエンジンは普通のエンジンとは少し違うんです。まずはエンジンの仕組みを簡単にご紹介しますが、エンジンは空気の吸入、燃料の圧縮、点火という3つの作業を行い、車を走らせるためのエネルギーを作り出しています。一般的な車に搭載されているレシプロエンジンではこの3つの作業を別々の場所で行っていますが、マツダが研究を続けているロータリーエンジンはそれを1箇所で行うことができるんです。その秘密は名前の由来ともなっているローター、回転子とも呼ばれる部品を三角形のおにぎりのような形にしてサイドハウジングと呼ばれる空間で回すことで連続的に3つの作業を行うことを可能にしました。そんなロータリーエンジンにはメリットがいくつかありますが、代表的なものを3つ紹介します。まずは小型で軽量であること。先ほどお話した3つの作業を1箇所で行えるのでエンジン本体を小さくできます。2つ目は独特のエンジン音、通常のレシプロ機構とは違う仕組みであるロータリーエンジンはロータリーサウンドと言われるエンジン音を響かせるのですが、独特なその音に惹かれているユーザーが実は結構いるんです。3つ目はアクセルのレスポンスが良いこと。ロータリーエンジンの魅力として一番とも言えるのがアクセルのレスポンス、エンジンの回転数の上がりやすさです。レシプロ機構だと回転数の上がり方は不規則ですが、ロータリーエンジンはスムーズに回転数を上げることができます。このようにいろいろなメリットを持つロータリーエンジンですが、実は致命的とも言えるデメリットも持っているんです。それが燃費が悪く、排気音が大きく、エンジンオイルの消費が激しいという3つのポイント。燃費の悪さについては高橋兄弟の弟圭介も作中で苦言を呈していましたね。ロータリーエンジンはその特性上どうしても燃料を大量に使う必要があり、肝であるローターの激しい回転によりエンジンオイルはレシプロ機構よりも高温になりやすくなります。なのでエンジンオイルが消耗しやすいということです。そしてローターが1回転するごとに1回爆発を起こすロータリーエンジンの排気音は回転数が上がれば上がるほど爆発の回数が増えるので、どうしてもうるさくなってしまいます。これも作中で圭介が話していましたね。このようにメリットとデメリットを合わせ持つロータリーエンジンですが、騒音以外のデメリットは資金があればカバーできる問題なので、両親が病院を経営する高橋兄弟にはあまり大きな問題ではないのかもしれません。さてここからは高橋兄弟の愛車をそれぞれ紹介していきます。まずは兄の凌介の愛車 FC です。実は FC というのは通称、正式名称はマツダサバンナ FC7 アンフィニス3と言います。 FC や FC3S とも言われることがありますが、これはマツダがこの車につけた型番です。そんな FC は38年前の1985年10月に販売開始、そしてそれから6年後の1991年12月に販売を終了しました。その間に何回かのモデルチェンジを行っておりますが、ここでは凌介の愛車アンフィニス3について紹介します。アンフィニス3は FC の中でも特別仕様車と呼ばれるモデルです。シートは運転席と助手席だけの2シーター。エンジンは 13B、T 型の水冷直結2ロータリーエンジンでターボ仕様になっています。標準仕様の場合、最大出力は215馬力。ですが、凌介は作中で自分の車のエンジンにチューニングを施していました。そのため、登場初期は340馬力。主人公の藤原匠とのバトルの際には260馬力まで落としています。バトルに合わせて馬力を調整するまで凌介に愛された RX7FC、 その人気は当時かなり高いものだったんです。発売された当時 FC がユーザーから人気を集めた理由は、
高すぎる性能にあります。メーカー測定の最高速度は 238.5km、 しかも停止状態から 100km に達するまでわずか7秒という短い時間を実現しました。この高い性能のおかげで当時最強とも言われていた GT-R に挑める唯一の車とも言われたんです。その高い性能を実現したのがマツダが開発した 13B ロータリーターボと、国産車で初めて採用されたフロントのアルミ耐光4ポットキャリパーです。 13B ロータリーターボはそれまでの回転子の回るハウジングの容積を従来のものより10ミリ広げたことで出力の向上を実現、そしてブレーキの部分でアルミ耐光4ポットキャリパーを採用することでブレーキ容量の向上に成功しました。ここまでマツダがこだわったのは FC を世界に誇れるスポーツカーにしたかったからです。そのためボディ部分のアルミ比率も通常の倍の 11% にすることで軽量化にも取り組みました。確かにロータリーエンジンは先ほどお話した通り燃費は悪くなりがちですが、それを補って余りあるこのような性能があったから人気を集めていたんです。特に凌介が愛用していたアンフィニシリーズは FC の中でも高効率の排気システムを採用しているため出力も高いモデルでした。しかも FC は走り屋向きの後輪駆動方式なので、パワー押しを好まずテクニックでの勝負を好んでいた凌介にとって馬力、操作性の両立が実現できる理想的な車だったのではないでしょうか。後輪駆動方式については別の動画、イニシャル D、 藤原拓海が乗っていた86徹底解説、新86とどう違う MF ゴーストで紹介していますので、よければこの動画と合わせてご覧ください。次に紹介するのは凌介の弟圭介が愛用していた RX7FD です。正式名称はマツダアンフィニ RX7FD や FD3S という呼び方は FC と同じようにマツダが車につけた形式名称で、通称としても使われています。販売されたのは今から32年前の1991年2月から5年後の1996年1月までの間、この時マツダでは同じロータリーエンジンを搭載していたユーノスコスモスという車が販売終了したため、 FD は国産車で唯一のロータリーエンジン搭載車となりました。搭載されたエンジンはシーケンシャル型ツインターボ付き2ロータリーエンジン、 RX7 史上最もハイパワーなエンジンが搭載されています。その出力は標準出力の場合255馬力、ケースケの FD はチューンをされて350馬力まで馬力を上げていました。気になる最高速度ですが、実際に FD を所有していたユーザーの測定で322km を記録、そして停止時から 100km に達するまで FC よりも 1.5 秒速い 5.5 秒で到達することに成功しました。そんな FD の特徴といえば、作中でも何度か触れられた大きなリアスポイラーです。特にケースケは作中でこのリアスポイラーを2回変えています。初期に設置されていたのはメーカー不明ですが、それを見た登場人物たちが空を飛ぶみたいだというほど大きなリアスポイラー、そして中盤になるとマツダが公式に販売しているチューニングパーツブランドマツダスピードから販売されているツーリングキット A スペックを採用、その後終盤になると RE アメミヤというロータリーエンジンを得意とするチューニングショップから販売されていたフルヤロを採用していました。世界に通用するスポーツカー FC の後継機として販売された FD もまた当時のユーザーから高い人気を得ています。その理由は販売メーカーマツダが行った徹底的な研究によって可能にした徹底した軽量化と高出力のエンジンにありました。 FD を開発するにあたって開発陣は軽量化に取り組むために戦闘機ゼロ戦の残骸を見学しています。ゼロ戦には日本の技術の息が詰め込まれているとも言われており、その見学により開発陣は融解炭素アルミという軽量かつ頑丈なアルミの開発に成功しました。これによりボディのアルミ使用率を 33% にまで向上、さらに純正タイヤも FD 専用に開発することで徹底的な軽量化を実現しています。そして肝ともいえるエンジンは当時ポルシェ959のみが実用に成功していたシーケンシャルツインターボの量産に成功。このシーケンシャルツインターボは簡単に言うとターボのメリットを最大限に活かせる仕組みで、それまでターボの弱点と言われていたラグを解消することができました。このように軽量化と高出力にこだわったことで FD の性能は大幅に向上、さらに重心を FC から25も下げ、ボンネットの高さもフェラーリ308並みに低く、より走りに特化したデザインを採用しています。操るのはドライバーの右足と答えているインタビューがありました。その言葉の通り FD はとにかく走りに特化した作りになっている上に、ロータリーエンジンの特徴であるアクセルのレスポンスの良さを生かした設計になっています。この設計は直感的なドライビングを好むケースケにはぴったりですよね。だからこそケースケは兄の凌介が乗る FC の兄弟車であり、自分の性格によく似合う FD を愛車としたのではないでしょうか。現在の RX シリーズですが、 RX7 の後継シリーズとして RX8 が2003年5月に発売されました。
そのテーマは RX-7 と変わらず、走る楽しさを感じられる車として作られましたが、アメリカでの販売を見込んでいたため、前後のドアが観音開きに開く、フリースタイルドアが採用されました。通常のドアではなく、フリースタイルドアはマツダがこだわる、ロータリースポーツらしい軽快さを守るためだったと言われています。というのも通常のドアでは必要となる、ドアとドアの間にあるキラーという部品が、フリースタイルドアでは不要なので、その分車体を軽くすることができるからです。ドア一つにとっても徹底して軽量化にこだわる姿はこれまでの RX シリーズと一切変わっていませんでした。そんな RX8 に採用されたエンジンですが、従来のものよりさらに性能を向上させ、標準モデルでは210馬力、タイプ S では250馬力を実現しています。馬力自体は FD に劣るように見えますが、実は様々な改良により、回転数の伸びがさらに滑らかになり、ロータリーエンジンらしい良さをさらに引き出したエンジンです。このエンジンですが、実は2003年にイギリスで行われたインターナショナルエンジンオブザイヤーをなんと過去最高となる審査員50人中44人から支持されて受賞しました。このことから RX8 のエンジンはかなりの出来の良さだったことがわかるかと思います。そんな RX8 ですが、残念なことに2012年6月22日に生産が終了しました。なので1971年より続いてきた RX の血統は RX8 を最後に途切れてしまいます。ただ楽しみなのは、販売メーカーであるマツダが未だにロータリーの研究を続けているというニュースもあるので、もしかしたら今後新たな RX シリーズが登場するかもしれません。これまで高橋兄弟に愛された RX-7 と最新式である RX-8 について紹介してきました。その中で気になったのはどちらの車が優れているだろうかということではないでしょうか。そこでここからはこれまで紹介した7と8について比較をしてみます。まず単純に性能の比較ですが、実はこれかなり難しいんです。というのも RX-7 の魅力は馬力の高さだと先ほど紹介しました。その証拠に馬力は RX-7 の方が高出力ですし、直線加速だけを見れば特に FD はかなり優秀です。しかし運転のしやすさやコーナーの食いつきの良さで見ると、ボディの剛性と足回りの良い RX-8 に軍配が上がります。なので高出力を実現できて操作性を自分のテクニックで補えるなら RX-7、 運転のしやすさとスピードを両立したければ RX-8 というところでしょうか。数字的な魅力はこれまでたくさん紹介してきましたが、凌介は作中でマツダのこだわりに感銘を受けると語っている場面がありました。なのでここではその理由をご紹介します。マツダはロータリーエンジンの研究に長い時間をかけてきた会社です。その過程で様々なエンジンを生み出し、マツダしか持っていない独自の技術も多数保有しています。この一つのものを極めるというマツダのスタイルに、行動最速理論の樹立を目指す凌介は感銘を受けたのかもしれません。そしてロータリーエンジンには紹介していない魅力が実はもう一つあるんです。作中で凌介は、軽量コンパクトなロータリーエンジンがもたらす最大の恩恵は馬力なんかじゃなく、理想的な前後重量配分によって実現する運動性能こそ生命線と語っていました。車は通常エンジンがある前側が重たくなります。そうすると前のタイヤに負担がかかってしまうため、それを防ぐために各社工夫を凝らしてきました。そんな中 RX-8 はなんと50-50という理想的な比率を実現。それを実現させたのは他でもないロータリーエンジンの存在です。通常よりもコンパクトなことで、ロータリーエンジンは車の比重のコントロールがしやすいという特徴も持っています。理想的な比重になればそれだけ運動性能も向上するので、凌介はロータリーエンジンを愛していました。おそらく当時 RX-8 が販売されていても、高橋兄弟は走り屋向きの馬力が高く操作性をドライバーに委ねている RX-7 を選んでいたと思います。ここまでいかがでしたでしょうか。 RX-7 と RX-8 について詳しく解説しましたが、皆さんの感想をコメントで教えてもらえると嬉しいです。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。